はい、こんにちは、夏橋です。夏橋のサブチャンネルへようこそ。今回はですね、二戸の名所案内の2回目ということで、金田一地方の、いろんな名所、まあ、細かい名所を、3箇所ぐらい、紹介したいと思います。まず最初に来たのはですね、ここがですね、相馬大作演舞場跡というところです。相馬大作というのは二戸出身の、まあ、偉人の一人でですね、まあ何をやったかは、まあ、今のところ分かってないんだけれども、まあ偉い人っていうことで、まあ名前、二戸人ならね、名前ぐらいは知ってると思うんですが、そこの演舞場の跡というところです。まあ遠くに何があるわけじゃないけど、まあこっちに相馬大作の像がありますね。はい、そう。あと東屋があって、近代地方を見渡せるようになっています。うん、まあ綺麗な場所は綺麗な場所ですね。今日は割と天気が良かったのでいい場所だと思いますが。まあ特に何があるわけじゃないのよね。まあこんな感じで、演舞場跡、おじ爪がまっすぐ先に見えますが、ここは誰も来ないので一人になりたいときはおすすめです。じゃあ次のポイントに行っていきましょう。はい、2箇所目はこちらですね。火の清水と書いてあります。御前水と書いてありますが、その昔明治天皇が、ここで、水を飲んだという看板がここに書いてあります。ここは僕もよく来るところですね。すごく美味しい水が出てますので、おすすめです。今気温は30度かなありますが、水温はですね、水温の方がですね、12.5度ぐらいなので、とても冷たいです。でもいい水です。ここもおすすめポイントです。はい、こちらが3箇所目の名所になります。ここはですね、地元の人は十二曲がりと呼んでいる場所なんですが、鳥も飛んでおります。十二曲がりです。ここの看板には、船沢の観音、船沢かなの観音と書いてあります。場所的には近代小学校のすぐ近くの裏山になるんですけれども、ここをずっと登っていくと上の方にですね、岩場というか、そこに祠を作って、観音様を祀っているという場所になります。早速登っていきましょう。なかなかな山ですな。大変ですよ、ここは。だいたい歩いて15分20分ぐらいかかんじゃねえかな。まあ今日は天気がいいからまだいいかな。暑いけどね。よいしょ、よいしょっと。さっき十二曲がりと言いましたが、まあその名の通りやたらくねくね道を登ってきますね。日頃の目音源ゴンゴンって書いてある。こっちに街が見える。やたら
何これ、花火の跡がある。怖っ。十二曲がりとはよく言ったもんだ。しんど。あと50メートルだそうです。もうちょっと。道はよく整備されているな。しんど。日頃の運動不足が出ますね。もう岩が見えている。このカメラも重いんだよ。カメラマンつうのは大変だな。いや、着いた。おお、影になってすごい素晴らしい。撮らせてください。お願いします。すごい岩です。はい、到着しました。こちらが、なんだっけ、船沢観音様。こっちか。こちらが観音様になります。ここの岩場はすごいですね。まあ映像でどれぐらい伝わるかは伝わるかわかんないですが、とても迫力があります。近くの方はぜひ来てみてください。はい、蚊がすごいので。さあもう次に進めます。最後蚊は近くにして。はい、はい、最後の場所がここの、カメマロの、になります。カメマロじゃない。え、カメマロだよ。カメマロ。カメマロってもっと入ってたんだな、そこの。まあまあまあ。ここはですね、全国的にも有名な、座敷わらしの出る、緑風荘っていうところの跡地になります。で、まあそこが、まあ何年か前に火事で焼けてしまったんですけれども、そこを。アニマルバンドが出ます。アニマルメーターバンドが出ます。座敷わらしはあっちに行っててください。どこまで行ったっけ、そこが焼けて、そこの跡地にあるんですけども、まあ、たわー見えない。カメラマン。ちょ、今撮ってるからさ、ここはその跡地で、せっかくな、まあ何もないよ。パピー。足湯にしたらいいんじゃないか。え、マメ。パピー。え、おまま。じゃあ早速入ってみましょう。うん、あれとても気持ちがいいです。ちゃんとした温泉なので、皮膚病、リウマチに効くそうです。おパピー。なんか座敷わらしが、出演してくれてるみたいですが、あ、まあこんな感じで、金田一の小旅行を、お送りしました。まあ、皆さんも、まあ、お近くの方はぜひ、一度いろんなところを巡ってみて、おパピー、まあ、あなたなりの名所を、探してみるのもいいんじゃないかなと思います。今回はこんな感じです。ありがとうございました。ピケピケピケー、これできた。よし、取れたかな。おじさん大丈夫。